落ちた輸送機に何かあるかも。水はあるかな。何かある。
ジかよ。さて行きますか。砂は嫌いだ。よし。暑いな。とにかく水を探そう。で、水を飲みたい。井戸だ。ありがたい。引き上げるんだ。冷えてなくていいから。なんだクソ。クソ。冗談だろ。どうしよう。よし、どこにいるサーリー。どこにいる。頼むよネイト。あれはオリオン座。あれが北斗七星。くそ、海軍に入ればよかった。俺は誰と話してるんだ。ヘトヘトだ。サリー、助かった。
このしがみつく根はこの砂利からどんな枝が生えてくるのだ。待てよ。人間の声をお前には分かるまい。あれはお前には壊れた偶像の山だけ。井戸だ。太陽が照りつけ枯れ木には木陰すらない。コオロギが慰めにならず乾いた石からは水音もなし。クソ、ぐるぐる歩いてただけだ。クソ、まあ、畜生ネイト。間抜け。ただこの岩の下には影がある。赤い岩の下の影に来なさい。違うものを見せてあげよう。明け方背後を大股で歩く影でもなく、夕方背伸びしてお前を迎える影でもない。ひとつかみの死の灰でお前に恐怖を見せてあげよう。なんてこった。横になりたい。とにかく横になれない。ネイト、サリー。ネイト、サリー、起きろ。助けてくれ。さあ手を貸せ。ずっと探していたんだ。見つからなかった。どれだけここにいたんだ。そう、サリー、サリー。よし、俺はやる。サリー、サリー、今行く。サリー、もうすぐだ。あ、助かった。村だ。蜃気楼だったとか、そんなのなしだぞ。あ、くそ、ゴーストタウンか。
見てみよう。幻影じゃない。入れないか。どこから入る。ここ通ってみよう。井戸だ。やった。くそ、くそ、水がない。いい感じ。あ、くそ、ダメだ、飲めない。諦めるな。